遊びの時間は終わりだ。行け、26号、27号、攻撃だ。いよいよ放送開始やで。お膳立てはバッチリや。バードホワイザーに頑張ってもらおうか。催眠術はちゃんとかかっとるやろな。おお、軍隊が集まってきたで。放送終わるまで邪魔されたらあかん。放送局と電波塔を守り抜くんや。第一中隊は右側面へ回れ。第二中隊は左だ。残りは全て正面から突入だ。損害を気にするな。各自好きに撃ちまくれ。作戦終了時に弾を残している奴がいたら軍法会議だ。いいか、放送局を占拠している共産主義者どもを一人残らず叩きのめしてみせろ。誰も生かして逃がすんじゃないぞ。正義は我にありだ。突撃！タワーワンが攻撃を受け取る。頑張れクリプト。そこで止まれ。手を上げろ。こちらはバードホワイザー SMC サンタモデスタ放送局からお送りします。残念ながら長年愛されてきたこの番組、今日で最後。タワーワンに向かうんや。やられとる。辞表を提出いたしました。しかしそれにも大きな理由があります。国民の皆さん、しっかりと聞いてください。流れ、アメリカ合衆国は世界の希望。タワーワンが攻撃を受け取る。頑張れクリプト。しかしそれはまやかしでしかないことが判明したのです。なぜかといえば、 CM に入ります。タワー2が攻撃されとる。タワー2がやられとる。これ以上攻撃されたらあかんぞ。中国の建国の精神、自由と平等を脅かされそうになっています。返り討ちにするんや。警察は市民の自由を嘲笑い、理由もなく人々を逮捕する。今日まで多くのアメリカ人、この自由の国でそんなことが起こるなどとは思いもしなかったでしょう。しかしタワーワンが攻撃を受け取る。頑張れクリプト。連邦政府の一組織が。コマーシャルもさらに詳しく説明します。タワー2がやられとる。これ以上攻撃されたらあかんぞ。敵がタワー2に向こう取る。戦車だ。戦車はどうした。飛行手段を投入するんだ。タワー1に向かうんや。やられとる。恐るべき国家権力の暴走。国民を守るべき政府が堕落してしまったら、我々は何を信じればいいのでしょうか。皆さん、全身を黒いスーツで固めた連邦政府の職員を見かけたことがあると思います。果たして彼らは何者なのでしょうか。彼らは敵がタワー2に向こう取る。次々と誘拐しています。しかも不思議なことには逮捕の記録は全く存在していません。今日までに1000人以上の人々が行方不明となっています。もちろん家族にも何一つ情報は届いておりません。
遊びの時間は終わりだ。行け、26号、27号、攻撃だ。ヒルムラ、そのまま。軍はこの放送を妨害するためにこのスタジオを攻撃しています。彼らは戦車、さらには巨大なロボットまで現れました。もう待機する暇もありません。我々の人たちもどうなるか、ますます近づいてまいりました。いよいよ最後です。右手を塔にかけました。ものすごい力です。いよいよ最後。さようなら皆さん、さようなら。なんと救世主が現れました。奇跡です。まさに奇跡としか思えません。噂に聞く地球の外から来た心優しき宇宙人なのかもしれません。新たな希望の光が見えてきました。どうやった。我々は彼らの宇宙の友人と共にアメリカを再生しようではありませんか。素晴らしい友人に栄光あれ。バート・ホワイザーがお送りしました。さようなら。